千葉県内のホテルに滞在していた中国武漢市からのチャーター機第1便の帰国者が先ほどバスでホテルを後にしました。滞在していた全員が今日帰宅する予定です。午前9時前です。今ホテルの職員に手を振られ見送られながら1台目のバスが出ました。中国武漢市からのチャーター機の第1便で帰国し、千葉県勝浦市のホテルに滞在していた176人は、昨日ウイルス検査で全員陰性と確認されました。昨日は36人が帰宅し、先ほど国が用意したバス4台に残るほとんどの人が乗り、ホテルを後にしました。ホテルの前には従業員や市民ら合わせておよそ70人が集まり、バスを見送りました。まだホテルに残っている人も今日中に全員が帰宅する予定です。